前田殿も。毎度岩本でございます。ピンポーン、ガンちゃんのお邪魔しまんねやわ、わーはい、続いてるで、はい、おかげさんで、なんと今回は32回目です。うおー、サーリーセカンド、サーリー、ちゃう、サーリーセカンドやってんな、32回目やんか。はい、これはですね、この動画にコメントいただいたことに対して岩本さんが何でも答えてくれるという、真摯に答えさせていただきます。はい、なんか最近ね、偏った質問が非常に多いので、うん、やっぱりいろんなね、やっぱり岩本さんのパーソナルの部分とか、夜の部分とか、うん、食事とか、まあ、いろんな部分何でもね、答えますので、ぜひね、コメントほしいですよね。ということで、今年は A クラスに入れるでしょうかね。岩本さんどう思いますか？それは日本ハムの話だね。そうですね、はい。うん、厳しい。はっきり言います。まだまだ発展途上のチームであって、去年1年間トライアウトと言いましたけども、1年でね、著しく変わるっていうことはとても難しいんですよ。でも選手を信じて新庄監督は優勝しか目指さない、その志は僕素晴らしいと思うけど、解説者として冷静に見た時には、野球が去年よりもバージョンアップしたとはなかなか難しくてコメントに困るんですよ。うん、なのでどこかで波に乗った時に化学反応が起きて、こんなチームだったのというような、本番のアドレナリンで姿が変わる、それに期待したいですよ。僕ちょっと個人的に気になることでいいですか？今年、去年と比べると新庄監督、こうハイタッチとかも一緒に喜ぶシーンが減ったなっていう印象なんです。特に笑顔が少ないですよね、はい、キャンプオープン戦と、はい、まあ、それは本当に去年と目指しているものが違うということだと思うんですよ。あの選手が何か結果残した時も次の手を考えている監督がそこにいるので、はい、これね、見てて落合監督もそうだと、ごっつい当たり、ごっついホームラン、大逆転があっても落合監督は表情を変えずにパッとスコアボードを見ている。なんかそれを思い出しましたよ。一喜一憂も大切なんですよ。でも、よっしゃ盛り上がってきた、次の作戦はと考えてる姿も、チームメイトはそれを見て、おー、次まだまだこっから行くぞっていうような姿になるんだよね。選手としては怖くないですか？怖いはないと思う。それで怖いと思わせる監督じゃない。うん、今年は厳しいよとは、みんなに伝わってるはず。これ全然違うから。はい、という質問です。山本さん質問です。前から思ってたんですが、我々やテレビなどのメディアでもそうですが、なぜ野球選手をはじめスポーツ選手を名字だけの呼び捨てで呼ぶんでしょうかね。そんなこと思ったことありませんか？あ、これは僕のところにも来たことあるわ、SNS で、はい、実況者が選手を呼び捨てにするんでしょ、はい、これね、よく聞いてもらってたら分かると思うんですけども、実況者は基本名字だけ、継承つけません。なぜなら全員にフラットに構えてるから。でもその選手を取り上げて一くだりできて喋ってる時には、実況者も何々選手はって言うよ。動いてる描写を皆さんに届ける時には、これはまあいわゆる呼び捨て状態、名字しか言いません。スピーディーさを求めてるからです。で、若い実況者がね、選手のことを結構継承つけずに呼び捨てしてると、クレームめいた SNS も僕のとこ来たことあるんだけども、それはね、見てて気づいてください。その人も目の前の出来事をしっかりとたくさんのワードで皆さんに理解してほしいので、そういう手段に出てるんですよ。そういうことです。はい、続いてこちら多分ジャイアンツファンですね。岩本さんお疲れ様です。どうも。 WBC 盛り上がっていますか？プロ野球の開幕も近づいてきました。開幕投手を何度も任されている岩本さんの開幕試合の前日と当日のルーティーンを教えてください。開幕戦の時、結構ね、両親が上京してきてくれてたんですよ。で、そこで知り合いの人が送ってくれてたお頭付きの鯛、それを料理してくれて、縁起物ですからそれ必ず口にしていきました。うん、赤飯も作ってくれましたよ。たくさん食べないけどね、やっぱ食べ物で祝い事をしっかり作り、縁起物を口にして球場に行ってたっていうのがあるね。それぐらいかな。あと特別に何かするっていうのはなかった。当日とかないですか？まあ、その当日の話。当日に鯛を食べてる、うん、お頭付きの鯛食べたの覚えてる。知り合いの方が送ってくれて、天然の鯛をね、うん、もう料理するの大変やったみたいな、お母ちゃんも。例えば試合前にこれは絶対するの？ああ、それは普段と一緒。あ、そんなに変わらないんです、ね。うん、何時間前に例えばうどんなど炭水化物で少し胃に優しいものを入れて、でブルペンに入るちょっと前にコーヒーを飲んで落ち着いてから一汗かきに行くみたいなね。うん、だから普段のルーティンと変わらなく、日常では特別感はあります。はい。逆に解説者の時の開幕の日って何かあるんですか？ああ、これはね、オープン戦とあんまり変わらないんですけども、少し早く行って普段よりも早く行って、はい、空気を感じます。で、自分も高鳴りながら、なので第一声からちょっとオクターブ高い時もある。うん、松井秀喜さんのインタビューみたいな、はい、ファイナルみたいな、あれは興奮してるからですよ。私たちも興奮ですよ。愉快厄介時に爽快岩本でございます言うて、もっと上のトーンで喋ってるかもよ。
いや、そういったところにもね、皆さん注目していて、見てもらえたらね、はい、うん。はい、続いていきます。WBC 投手陣では、ほぼ初見のバッターと対戦することが多いんですが、岩本さんが現役の時は、初見のバッターに対してどうしていましたか？ボール球を有効に使わなきゃいけないんですよ、実は。サイン見て、その後どこ見るかってバッターの目見るんですよ。初見の人たちは。で、心の奥を覗こうとするんですよ。はい、でそこからの駆け引きで、でもう本当に 100% 打ってこないというようなボール、例えば僕の持ってるスローカーブとか投げて、目線と動き見ます。だそこで直感で何を打つのが得意そうなのかっていうのが見える時があるんですよ。投げて反応した時に見える、その直感をすごく研ぎ澄ませて観察するようにしました。同じことを言ってたのがロッテの松田投手。おー、うん、直感、はいはい、うん。だからミーティングはあんまり好きじゃないって言ってた。僕もそうだった。でも傾向と対策、ペナントレースの中では先のリスコアラーの資料とかミーティングは重要になってくるよね、それも意見がありました。はい、はい、続いて吉田輝星投手が先発投手として1年間ローテーションを守れるために何が必要だと思いますか？ぜひ岩本さん教えてください。背伸びせんことやね。彼がプロ野球の世界にドラフトピックアップされるときに、彼のご両親が言っていた言葉がすべてだと思う。大学に行かせたい。なぜですか？世の中のことを、そして人のこと、社会のこと知らなさすぎるって言われたんですよ。で大学に行って、もう一揉みさせた方がいいってご両親が言われてたんですよ。で、僕も実際彼にインタビューしたりとか、会話してると、すごく好青年。でも、社会に出る前の、まだまだ青年なんですよ。そして彼がやってることは、身なりにしても、発言にしても、大人の真似事なんですよね。でも、真似ることから学んでいくんだけども、それが、等身大に見えないことが多いっていうのが僕の気になってるところ。ピッチング見てても、いろんな人からアドバイスをもらう。なぜなら、能力が高く可能性がある投手なんで、似てる人はアドバイスしたくなんねん。で、自分がピッチングスタイル似てるとか、あ、この人ピッチングスタイルちょっと前から尊敬してたんだよねっていう人からアドバイスもらうと、はい、頭でっかちになる。で、今自分ができないことでもそれをやってみようと考えて頭がもうパンクしそうになるわけよ。そこで彼のパフォーマンスの妨げが生まれてると。今自分が目の前でできることで人に勝つものなんですか？押しの強い、まっすぐと分かっててもファールチップ取るストレートですよね。それを前面に出そうぜという解説を持ってるよね。その前に綺麗にうまく整えようとするの。はい、打つ気なかったでしょ、はい、落ちるでしょ、タイミングずれましたよね、最後ドン、いやいや先に行けと、というような、意見を持ってますね。まあでも通りもんでね、僕もそれができるようになったのは6年目7年目ですよ。ちょうどそれぐらいやから吉田のコーチは。逆に言うと吉田コーチ選手出てきたら嬉しいとね。そう、大人になったアダルティーなコーチがいるんじゃないの、こうやって皆さんとディスカッションするコーナーもありますんで、次回からもよろしく頼みます。毎度。